それじゃあおやすみ、おじさん。おじさん、もう寝ちゃった？いや、起きてる。どうかしたのか？ううん、ちょっと寝つけなかっただけ。あんなに眠かったのに、急に目が冴えちゃった。ねえ、おじさん。おじさんは、寂しくなることってある？いや、ないな。そっか。どうしておじさんは寂しくないの？はるかがいるからな。別に寂しくない。そっか。だが、はるかと暮らす以前も寂しいとはあまり感じていなかったんだ。え？どういうこと？早いうちに両親を亡くして、俺にとって孤独は当たり前のものになっていたからな。それを寂しいと感じることはなかった。いわば孤独に慣れていたんだな、俺は。孤独になれる？ああ、今考えると孤独で寂しい日々だったのかもしれない。だが自分が孤独だということにあの頃の俺は気づくこともできなかった。そっか、寂しいことも当たり前になると自分が寂しいんだってことにも気づかなくなる。おじさんと出会わなかったら私もそうなっていたのかもしれないね。さあ、どうだろうな。だがお前と暮らしていく中で俺はそんな自分を変えることができた気がする。誰かが家にいる、待ってくれている人がいるってのはいいもんだな。これが家族の温かみというやつか。家族、私が？ああ、少し変わった関係かもしれないが、俺にとってお前は大事な家族だ。だからもしお前が寂しい時や辛い時は遠慮なく言ってくれ。俺にできることならいつでも力になってやる。まあ何ができるのかは正直よくわからんがな。おじさん、ありがとう。さ、そろそろ寝るか。どうだ、寝れそうか？うん、おやすみ、おじさん。おやすみ、はるか。